こんばんばえー、本日もですね FX 幸之助ライブ塾まあ幸之助 TV ですかね私あの久吉の方でお送りさせていただきたいと思いますんでよろしくお願いいたします今日ちょっとねあの打ち合わせとかねあの商談とかが長引いちゃってちょっと30分ほど遅れちゃったんですけどね申し訳ありませんね今からちょっと始めていきたいと思いますんでよろしくお願いいたしますまあチャットの方が、まあ、シラチンさんとサニーさんですかね こんばんばはよろししくお願いしま,す <coughs> まあね今日のね相場展開って言ってもねあのー、まあポンドだけがなんかさっきからねあの元気よく下がっちゃってるっていうねところでやっぱユーロはね、あのー、言ってたようにちょっと角のねあの加,熱加熱感があった分ねあのー、まあショートカバーというか、まあ、買い戻しが入ってね <coughs> 戻してきてきますよ、ねまあここはねあのやっぱりあの下がりすぎてた分の反発っていうのはやっぱ下がった分の反発が大きいと思うんでまあここからじゃあどれくらいまで、まあ、戻すのかとかそこら辺はちょっとまあなんとも分かんないんですけども今128のまあ後半ぐらいまで伸びてきてるんで、まあ、129はね私はあの抜けないと思ってるんでまあ一 フラットぐらいだと思ってるんでまあその辺かなって感じはしますけどもね <laughs> まあ今日もあの日銀のね総裁のあの金融政策の発表がありましたけどもね <laughs> 結局あのポイントとしてはあの 追加緩和の観測っていうものがどうなのかっていうところだったと思うんですけれどもまあ結果はねあの追加緩和は今のところ必要ないっていうねそういう見解をねあのー、示しましたよねうんだからあの追加緩和観測が遠のいたってことはまあ円安が抑えられる っっってていう要因にやっぱりなってくるんでまあ今までねそのドル円がまあチャートで言うとドルが買われて円がまあ円が売られて円安になってまあうまく両方のエンジンが噛み合ってチャート上こう上がっていってたのがまあちょっと追加感を今のところ必要ないっていう要は円安を抑制するようなことになったので まあエンジンが2つだったものがまあ1つになったのかなっていうところですかね。まあそういうところはあると思いますけれどもね。なんでまあ上げるペースっていうものも、うん、ちょっとこう勢いが落ちる可能性はありますね。まあただ、あのー、今日と明日でね、あのー、例の FOMC っていうものもありますんで、このイベントはやっぱ注目で、 うーんまあそうですね言うならば金融政策で、うんまあ、今年前半の最大の山場って言っても過言じゃないぐらいのイベントになってくるんじゃないですかねうんまあ昨日も言ったけどね今回に関してはその声明文からね忍耐強くっていう部分の文言ってものが、まあ、削除されるのか据え置かれるのかあまたまあ修正されるのか この辺によってねやっぱりあのかなり変わってくると思うんでまあ注目ポイントですよねまあにん忍,忍耐強くのねその仮に文言が削除をまあされたとしてもあのまあ一気に例えば利上げをね予告するようなことにはならないと思うんですけどね多分ですけど なんかあのうんなんかどっちつかずのような言葉を置いてきそうな気もするんですよねこうなんていうんですか中立的というかなんかそういうこうこうでもなくこうでもなくもうこう中立的な,なんかこう文言みたいなのをねにしてくるんじゃないかなとも思うんですけどねまあ利上げをね要は急がないような姿勢を取ってくると思うんですよね。 多分ですけどね。<laughs> うーん。